皆全身全霊にて参る。その迷いなき一振り、心中の霞を晴らすようだ。Thank you.
じゃ。義経の残した手がかり、ようやく見つかったの。さてさて、鬼が出るか蛇が出るか、手に取らねば始まらぬの。おお、またしても時を超えたようだな。このアレハデの家はとても同じ京の都とは思えない。同じ光を宿す刀、それがこの滝夜にもあるのやもしれぬ。うまく持ち主が見つかればよいが、道を尋ねようにも人よりあやかしの方が多そうじゃ。
頭頼光剣山、今日を騒がす鬼どもめ、おとなしく玉城をよこせ。それ無様だな。次は必ず玉城をもらう。行くぞ金時。この時世での刀の持ち主はかの源雷光であったか。しかしいきなり切りかかられるとは。角はあやかしの証。雷光も早がてしたのじゃろう。出会えたのはよいが、話す暇さえなかったの。なんとかして真意を伝える術はないものかの。ここはひとまず雷光を追ってみるか。確か羅生門と言うておったかの。
今なら地獄でも何でも書けるわ。
あそこは火の手が上がっていない。あの寺なら田村の分身のご加護があるらしいからな。いらっしゃった。頼みます、私をお救い。
アシアドーマン、お前が黒幕か。オロカナリ、生命か。余計な真似を。また玉城を集め直さねば。相変わらず可愛げのない。少々術支度したくに手間取りましたが、無事で何より。願いが込められたこの都も、悪しき改まのはびこる地となり、戦場と見まがうほどの惨状になり果てました。陰陽の道は万物の調和を律して世を平穏に導く術。この術を託し、共に刀磨の道を歩むは、心を許し合う同志。今日の闇を切り裂くは、羅生門へもたらされた新たな光。光を宿す稀人は、平安への大いなる吉兆。ふん、可愛げだと。それでは化粧の相手さえおりますまい。ここは一つ折り紙でも覚えてみては。いらぬおせっかいだ。東方が化粧など。ほら、お待ちですよ。鬼を斬る鬼とは実に珍しいな。今なら空きがあるぞ。羅生門で我々を襲ったドーマンの行方が知れました。祭りごとの中枢大代理でその姿を見た者がいるそうです。今日を覆う怨霊やあやかし、その源は大代理にありと見るべきでしょう。ドーマンは私と同じ陰陽人。数年前に姿を消し、以来行方は妖として知れなかったのですが。ドーマンはな、生命との術勝負に敗れ今日を出奔したのだ。実力以上の野心を抱く男だったが、身に余る力に見入られたようだ。さて、黒幕が知れれば
トーマ頭の務めは一つ、ドーマンを撃つ。お前も来るだろう。投げ話はどれ。